皆さんこんにちは。本日なんですが、ポーミドさんの製品なんですけれども、今こちらポーミドの公式サイトなんですが、PRA101 10.1 インチディスプレイオーディオ 1D カーナビということで、これ非常に人気のある製品となっておりまして、こちらのご紹介、今回はホンダのフィットで、私の使用例ということでご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ購入ご検討の方はご覧になっていただければと思います。でこちらはですね、以前ご紹介したカスバーという製品の同じタイプの 10.1 インチのディスプレイオーディオをご紹介しているんですけれども、それの OEM 品となっております。ただ少し違うところがあって、この部分が物理ボタンであるのとタッチパネルであるという違いというのがあって、このポーミドの製品に関しては画面自体が完全にフラットな状態となっております。なので外観上好き嫌いが少し分かれるというところもあるんですけれども、以前もカスバーのアンドロイドナビご紹介しているんで、そちらの方も見ていただければと思うんですけれども、今回私こちらの方に変えまして、こちらのポーミドさんの製品っていうのは、このオーディオだけじゃなくて、ドライブレコーダーと、またモニター型のドライブレコーダー、そういったですね、クオリティが非常に高くて、純正然とした作りをしている製品であるっていうところで、非常に人気のある製品となっていると思うんですけれども、このようにフィットを取り付けても全く違和感がないというか、車が様変わりした新しくなったような感じで使えるということで、またこういった少し年数が経っている車でも出かけたくなるような、そういったガジェットになっているということになっております。で、私の使い方っていうところでご紹介をしていくんですけれども、ここホームを押していただきますと、通常こういった画面になってるんですけれども、少し特殊な使い方をしていて、もちろんエンジンかけたいと思います。で、この車は私の車じゃなくて、お袋が乗っている車ということもありまして、安全性を第一に考えて、こういった形で設定の方をしております。で、これ本来バックカメラとして使っている配線を経由して取り付けの方を行っておりまして、今トリガー信号が出ているといった状態になっているので、こういった感じで映るということになっております。でこれ自体はバードビューモニターということで、サードパーティー製の Amazon 等でも出ているようなタイプのバードビューモニター使ってるんですけども、このように切り替わるようになっております。でお袋の場合はもう高齢ということもありまして、あまりエンターテインメント系は見ない、どちらかというともう実用的な機能しか使わないということなので、こういったナビ関係が特に何も触らずとも表示ができるようにするということと、先ほど冒頭でご紹介した通りなんですけれども、これこのようにウインカーを出すと映るようにもできるようになっていて、こういった時にトリガー信号をこのナビ自体に入力して、本来ですとこれバックモニターになるんですけれども、バードビューモニターをこのディスプレイオーディオに接続するということで、こういった使い方もできるということで、私の方は行っているということになっております。なので普段はもうバードビューモニターとして360度車の状況が分かるようにしてあげて、走行している時はナビを表示するという形に設定の方を行っているということで、特に何も触らなくてもこのモニター自体がしっかりと機能してくれるということで、特にもう高齢の方ですと、なかなかこういった機能ってついていけない方がすごい多いと思うんです。いろいろ私の動画の中でもガーガジェット紹介してるんですけども、ドライブレコーダー等もそうなんですが、取り付けがわからないとか、また AI ボックス等もそうなんですけど、使い方が今一つよくわからないという方がすごく多いんですけれど、いろんな装備がこうついてたとしても、なかなか使い切れないっていうのがあると思います。なので何かに特化して使えるようにするっていうことも非常に重要で、このポーミドの 10.1 インチのディスプレイオーディオに関してはディスプレイとして使う、安全サポート機能としてこういった形で使うということもできるということで、すごくそういったポイントとしては長けている。でまたナビは当然年齢層問わず使われる方っていうのが非常に多いと思いますんで、ナビ自体もこのホームボタンを押していただいてナビゲーションで、特に何も触らなくても
このバードビューモニター表示した後にナビ画面が表示されるようになっているということで、モニターとして使うという意味においても非常に実用性の高い機能になっているということになっております。でもちろんこれバックもそうなんですけど、こういうふうにバックを入れた時でもしっかりと後ろを表示してくれるようにもなっているということになっているので、いちいち何も操作をする必要性っていうのはないよということになります。ただ、まあ、高齢の方だけじゃなくて当然、まあ、僕らの世代、まあ、40代の世代とかになりますとエンターテインメントとして使うということももちろんあると思いますので、まあ、次は Wi-Fi を使った機能についてご紹介をしていこうと思うんですが、これもちろん YouTube 等の YouTube や Chrome、まあ、先ほど冒頭でご紹介した大宮さんのページに関してはまあ、Chrome で表示しているわけなんですけれども、まあ、このようにネットを使うということもできるということになります。もうこれ 10.1 インチありますので、もうタブレットみたいな形になるかと思うんですけれども、非常に見やすくなっている。しかも明るいということ。まあ、昼間も、今昼間ですけど、昼間でも非常に明るいということですし、まあ、夜とかでももちろん色調整してくれますので、今これライトつけましたけども、こういう形で輝度の調整っていうのももちろんしてくれるようにもなっております。で戻りますけれども、まあ、ネットの閲覧する場合はこういった形で閲覧をしてもらって、またここを押していただいて、で YouTube の視聴したいといった場合はこちら YouTube を押していただいて、ちょっとアプリの更新というのが出てきちゃったんですけれども、こういう感じでアプリ自体も好きなアプリを入れていただいてインストールして、でこれ今更新しているんですけれども、こういった形で更新するということもできるので、携帯とかパソコンとかと全く同じような形で使えるということになります。でこの Wi-Fi 自体が当然ないといけないので、もうこの Fit とかになりますと当然純正の社内 Wi-Fi とかもないですし、社外のオーディオをつけてしまいますと純正の Wi-Fi 等も使えませんので、こういったポケット Wi-Fi というのが必須になってくるということになります。でこれ今最近私使ってるんですけれども、社内に置くよりもやっぱり自分のポケットの中に入れておいた方が使い勝手としていいなということに気づきました。でバッテリー自体も常にこのぐらいの量を維持できますし、社内にどうしても置いときますとバッテリーが切れてしまったりとか、また電源のオンオフとかをしなければならないので、まあ、そういった手間もあったりします。でなのでいちいち Wi-Fi をつなげる際の手間っていうことにもなりますので、もうこれは自分で持ち歩いといて自分の携帯でもこのポケット Wi-Fi を使って、また車に乗り込んだ時でも、もう乗り込んだ瞬間このポケット Wi-Fi 持ってますので Wi-Fi につなげるっていうこともできます。で家でチャージをしておくということで、携帯と同じような感覚で使うっていうのが一番スマートに使えるんではないかなっていうところで、皆様にご提案させていただくこともできるのかなと思います。でもちろんもう今新しい車ですと、まあ、こういったサードパーティー製のオーディオを使うことっていうのはなくて、純正のオーディオを使われる方の方が多いと思うんですけど、まあ、そういった場合は車内 Wi-Fi 等ももちろん使いやすいということではあるんですが、新車ばっかり乗られるわけではないので、まあ、こういった車にお乗りの方でしたら、やはりポケット Wi-Fi がすごく重宝するアイテムの一つになってくるということで、まあ、こちらの方ご紹介をさせていただこうということで、こちらも動画の方で掲載しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。今もうインストールしているということになっておりまして、でこのインストールが終わりましたら、私の YouTube で恐縮なんですけれども、一度 YouTube 見ていただければなと思います、はい、こんな形でいろんなガジェットを載せているんですけれども、 YouTube を見るということももちろん可能ということになります。こちらのポーミコさんの PRD62 というのを最近配信させていただいています。はい、こういう形で動画の視聴というのももちろんできるということになりますね。こう大画面で見るということも可能です。でこれ移動している時もテレビキャンセラーと当然必要ないので、もうそのまま動いている時でも
動画の視聴というのが可能であるということになります。でまた先ほどの安全サポート機能ということでアラウンドビューモニターの作動がどうなのかっていうんですけど、まあもちろんトリガー信号がこうやって入るとこちらを優先してアラウンドビューモニターの画面がしっかりと立ち上がるようになっています。このようにバックになる時も当然なんですけれども、バック信号がトリガー信号として入ってリアのビュー、それから360度モニターということで画面が切り替わるようになっていると。でその間音声自体が途切れない、もちろん音声を切ったりするということも設定としてできるようになっているようです。まあ、こういったことで非常に使いやすくなる、エンターテインメントとしても非常に重宝するオーディオユニットであるということで、まあ、これが4万円しない価格、3万8600円という価格で、まあ、これだけの機能がついているということなので、非常に人気があるという理由がお分かりいただけるんではないかなと思います。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。また、私の使い方なんですけれども、今のは動画なんですが、まあ、私一人で車乗る場合ってさすがに動画かけても撮ったりはしなくて、基本的には音楽を聴くために YouTube ミュージックっていうのを聴いています。この YouTube バンストっていうのがあって、これがですね非常に車で使う場合にすごく有効的になってきます。でこれ何がいいかと言いますと、ちょっとフリーミュージックで聴いてみようと思うんですけれども、フリーミュージック著作権フリーのミュージックで聴いてみようと思うんですけど、例えばここですね。まあこんな感じで動画を表示させながら、まあ音楽を聴いて、まあ車を走るっていうスタイルが最近非常に私としては多いです。で当然、右に曲がるときとか、左に曲がるときとか、それからバックするときとか、まあ、もちろん安全もしっかりと確保ができる。で、前ももちろん。こういった前に車を止める場合とかですと、前を見えた方が非常に良かったりしますし、段差、縁石を乗り上げたりするリスク等も防げるということなんですけど、で、これいいところは何かと言いますと、もう一度ホームに戻ります。そうしますと、これ、ホームにホーム画面を表示していても、音声を流すことができると。いうことになります。ここがね、すごくいいところです。また、YouTube 上ではオープンにできないんですけれども、実はもう一つ、すごい機能というのがついているので、まあ、それは実際使ってみて、試していただければと思います。で、また、もう一つ、いい機能があって、これ、ナビゲーションを使いながら、こちら、例えば、右なので、こちらにマップを持ってきて、で、こちらに、ミュージック、YouTube ミュージックの動画をこちらに持っていくと、まあ、そうすることによってマップを見ながら音楽も視聴するということができますし、また今のポッドキャストの P3 のようにこのように分割も6対4とかもできます。でもちろん55っていうのもできるし、4対6っていうのもできるということになっておりますので、非常に使いやすい。で、大画面になってますから、この分割方式であっても非常に使いやすい、重宝する機能となっているということも言えるんではないかなと思います。で、この状態で今度ナビを使おうという時なんですけど、例えば駅に行きたいということで、音楽を流しながらナビを使うということもできるということになります。でしかもこれラムトロブの容量が確か4ギガの64ギガだったと思うんですけれども、そこそこ容量のあるタイプになってますので、特に遅延したりとか動きが悪かったりとかバグったりとかいきなり落ちたりといった頻度っていうのは非常に少なくて、
作動も非常にサクサクと動いてくれるっていうところもすごくいいポイントになってくるかと思います。でまたもう一つ気になるところとして、これ今ナビ画面開いてる状態なんですけど、例えばサービスエリアとか休憩したい時とか、一回車を止めてコンビニに入ったりとかトイレに行ったりとかするってことあると思うんです。でまた戻ってきてまたナビを設定するのすごく面倒じゃないですか。まあそういった時でもしっかりと対応しているということでお見せしたいと思うんですけど、一回 GPS 信号が失われました。電源を切りたいと思います。でまた車に戻ってきたとします。でこれは最初にアラウンドビューモニターが立ち上がってトリガー信号を受信して車の360度をぐるっと表示させるようにしてありますので、まあ、こういった画面が最初に出てくるようになります。でこの画面が一通り回り終えたら切り替わりますので見ていただければと思うんですけれども、これ今前ということです。はい、そうしますと先ほどの画面、ナビの画面はそのまま維持しているのがお分かりいただけるかと思います。音楽自体は先ほど聞いてたんですけれども、ちょっと消されているっていうところがあります。でここも移行します。まあ、ちょっと手間がかかっちゃいますけれども、何が言いたいかと言いますと、ナビ自体いちいちセットし直すのってすごく面倒だと思います。例えば車乗り降りするたびにナビセットし直すのすごく面倒じゃないですか。まあ、そういった時でもしっかりともうセットされている状態からスタートしてくれるということで、ナビ自体の機能というのは非常にしっかりしているということが言えるんじゃないかと思います。もう一度念のためやってみようと思うんですけれども、で立ち上げます。ナビ自体は残るんですけど、さっきの YouTube ミュージック等は一回消えてしまうっていうところがありますね。まあ、そこは仕様の問題なので致し方ないところかなとは思うんですけれども、まあ、最低限ナビが残ってくれるといちいちセットする必要っていうのがなくなるということにもなりますし、またまあ分割じゃなくてもうこれ全画面で使っていて、で先ほどの使い方じゃないんですけれども、バックグラウンドで YouTube を流して音楽を聴くというパターンもあると思いますので、もう一度こうですね。今音楽流しています。で今ナビを全画面にしています。でこの状態でちょっと休憩しようよということで、例えばコンビニに行ったとします。で車から離れるために電気を切ります。で用を足して車に戻ってきて再出発するという設定になるわけなんですけれども、はい、今ちょうど後ろのバス出てるのをお分かりいただけると思うんですけど、まあ、こういった時なんかもすごくこれ非常に重宝する安全サポートシステムということで言えるんじゃないかなと思います。はい、このようにちゃんとナビ画面はしっかりと立ち上がります。ただバックグラウンドで再生していた音楽等は、まあ、立ち上がらないということなんですけど、これも優先させて何を最初に表示するのかっていう設定ができるようになっていたはずです。これはついてないですね。 A 等々の製品は個別でアプリの設定ができて、このように起動時にナビゲーションは自動的に実行する。フォーミドの製品はこうなってるんですけれども、A 等々の製品は自分の好きなアプリを選んで起動させた時に立ち上がれるようにするということができるようにはなっています。このフォーミドの製品はこういった仕様となっているということになっています。また最後なんですけど、最近はドラレコも Wi-Fi で収録動画を見たりとか、またストリーミング再生をしたりするということができるようになっておりまして、こういったディスプレイオーディオというのは非常に重宝します。
私もそういった使い方をしていて、収録動画の確認をしたりすることっていうのもありますので、まあ、そちらを最後に使用例ということでご紹介していきます。で、今回この車に使っているのはアキーヨの T1 というドラレコなんですけれども、アプリをインストールする必要っていうのがあります。で、これもうインストールしておくと、いちいちドライブレコーダーのメモリーカード自体を抜き差しすることなく、このアプリを通じて、まあ、Wi-Fi 接続をすることによって SD カードの収録動画を確認したり、携帯電話につなげれば動画のファイル自体を携帯に転送するということもできるようになっておりますので、非常に使いやすい機能となっています。で、このアキーヨの T1 っていうドライブレコーダーなんですけど、なんと1万円を切るぐらいの価格で出ている、まあ、一般向けに開発したドライブレコーダーとなっているんですけれども、まあ、それでいてフロントが 4K、 リアが HD ということで、非常に機能性にも長けた製品となっておりますので、まあ、こちらの方もレビューしておりますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。はい、インストール終わったんで開きます。で、ドライブレコーダー接続するときは Wi-Fi を接続する必要があるんですけど、この AKY-T1 っていうこちらに切り替えていきます。で、ここ接続と、はい、そうしますとこのように、これドライブレコーダーのカメラなんですけれども、リアの視界を映し出すということもできるようになっております。この製品に関しては本体側になっちゃうんですけれども、こういう感じで切り替えするということもできるということになっておりますので、最近のドライブレコーダーは Wi-Fi 機能もついていたりとかしますし、もう一つ機能としてご紹介しておくのは、このように全画面とまたこれ半画面にするので使える機能がどうしてもアプリ上で変わってしまうんですけれど、こちらを押していただくと、このようにこちらのモニター上で細かな設定もできるということで、このディスプレイオーディオとドラレコをつなぐことによって、ここで本体設定もできたりするということで、非常に有効的な機能を持っているということになります。で、また先ほどの収録動画なんですが、ここで確認するということもできるということになります。はい、このような形で今収録動画サムネイル画面見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、こういった形でこのオーディオ上で収録動画の確認をして、なおかつ再生するということもできるということなので、非常に画期的な進化を遂げているということで、皆様にお伝えできるんではないかなと思います。はい、ということで今回なんですが、こちらフォーミドさんからリリースされております PRA101 10.1 インチのディスプレイオーディオ 1D カーナビということで、こちら Android ナビになります。こちらのご紹介本日はさせていただきました。こういった年式が少し経っている車なんですけれども、オーディオを更新したい、また今の新車と変わらない性能を維持したい、もうそういった方にとってはもううってつけのカーガジェット、カーオーディオの一つとなるんではないかと思います。で、また価格もこれ今 45,980 円なんですけど、 38,480 円ということで、この性能でこの価格というのは、まあ、正直言って破格なんじゃないかっていうぐらい、非常に買いやすい価格で使える製品であるということで、これ非常におすすめできる製品かと思います。で、私自身は冒頭でもご紹介したようにでパスバーの製品も使わせていただきましたし、まあ、今回こちらのフォーミドさんの製品も使わせていただいたんですけれども、まあ、基本的には同じなんですが、やはりデザインですね、車につけるものですし、当然この目にかかるものになりますので、やはりデザインってすごく重要になってくるかと思うんですけど、まあ、私はどちらかというとこう物理ボタンがない先進性のあるデザインの方が好みなので、まあ、こちらのフォーミドさんの製品を実際に使わせていただいてるんですけれども、これもうつけただけでも満足のいく、もう毎日また車に乗りたくなる、非常にワクワクするガジェットの一つとなっているということで、皆様にお勧めできる製品であるということをお伝えできるかなと思います。はい、ということでこちらの製品なんですけれども、概要欄の方に詳細貼っておきますので、ぜひご検討の方は一度チェックしていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。
失礼をいたします。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。